はい、エクストリームのゆうすけです。はい、2024年シーズンからなんとエクストリームライダーズスクール開催決定ということで、カービング、はい、ジャンプ、ジブ、はい、グラトリと、はい、あともちろんビギナーの方も含め、はい、あの多くのユーザーさんにスノーボードの楽しさを教えていこうかなと思うんですけども、うん、まず最初に決まってるのがですね、2月の3日、うちのニューライダーカウルニーダーヨネックスのライダーがですね、カービングレッスンを宮城沢烏帽子スキー場で開催します。いいですね。まあ、どんな方でもターンができればカービングもできるようになると思いますので、ぜひ参加お待ちしてます。でその次の日に、2月の4日ですね、スプリングバレー仙台泉スキー場でうちの若手のカズキがジャンプジブレッスンを開催します。もうボックス入りたい、ジャンプ飛んでみたい、360回りたい、何でも大丈夫なので、あのぜひ参加お待ちしてます。まあこれはね、僕もちょっと参加したいなっていうふうに思ってるぐらいちょっと期待大ですね。はい、そうです、フロント3 まあ B3 はできるんで、フロント3とかまあやれたらいいなっていうふうに思ってます。でその同じ日の午後からグラトリ、うちのミカちゃん、ライダーのミカちゃんがグラトリを伝授ということで、はい、楽しくみんなでワイワイ滑れたらいいなって思います。でその他にも随時僕のレッスンとして、プライベートレッスン、もちろんビギナーからカービング上級者までのカービングであれば、随時受付してますので、店頭もしくはエクストリームのインスタグラムのダイレクトメッセージの方にメッセージいただければ、そちらで、コンタクト取らせていただきますので、ぜひご参加お待ちしてます。でこのビデオの最後にあのカオルちゃんからメッセージがありますので、ぜひそちらをチェックして、ぜひご参加お待ちしております。よろしくお願いします。ぜひぜひ。エクストリームライダーの新田カオルです。こんにちは。2月3日烏帽子スキー場でカオル新田のカービングレッスンを開催します。あなたの滑りの悩みは何ですか？ヒールサイドがなかなか滑れない、尻もちついちゃう、トーサイドなかなか板立てれる、 OK でございます。その日はですね、カオル新田が心を込めて皆様にカービングの極意を教えたいと思いますので、ぜひぜひ皆さん私に悩みをぶつけて参加してきてください。カオルちゃんみたいに滑れますか？もちろんでございます。キレッキレにいける、キレッキレに、もう滑りも話もキレッキレでいきたいと思いますので、よろしくお願いします。